こんにちは。タロット占い師のアポロです。ウザードリー7、ガーディアの宝珠、実況プレイ60回目、始めます。オールドシティの探索、続けていきましょう。少し回復作業やっときました。では行きます。クリーピングクラッド。こいつらは、戦う。ん？あ、そっか。で、隠れる。どうしよう、呪文。こいつら普通に火が効くはずなんだよね。ファイアーボール。ファイアーボールだとパワーレベル3で、6体いけるけど、だとしたら、ニュークリアブラストのコストが低めでお得だよね。これ使っとくか。忍者は隠れて、クリスト。マジックポイントそんなにないんだよな。で、このプリーストの塔とは、もともと、なんだっけ、サイオニックだったのかな？だから、このメンタルの領域の呪文が得意技なんだけど、のはずなんだけど、今休息とってもあんま回復しないんだよね。なんか回復量がやたらと少なくてきつい。なのでメンタル以外の呪文を使っていきたいけれど。聞くとしたら、やっぱファイヤーか。サイオニックファイヤーだと、2モンスタープラス1だから、3、4、5、6かな。これだとちょうどさっきのニュークリアブラストと同じマジックポイントのコストになるね。これやってみようか。でもなぁ。まあ、いいや。で、フレイヤー、そっか。いや、フレイヤーは、呪文。多分、火か霊気か、どっちかに弱いんだよね。アイスボール、パワーレベル2で打ちましょう。フレイヤー、アイスボール。お、弱い。そんなに、呪文いらなかったかな。ニュークリアブラスト。ちょうどいい感じかな。あ、ちょうどいいっていうか、いらなかったな。ちょっと強すぎたか。さて、この部屋の中を慎重に見ていきます。何もないんだよなぁ。ってことはもう行くとこないんじゃないの？この辺は全部行ったよね。この奥も行ったっけ？行ってるんだよね。ってことはもうここは用済みだと。こっちへ行けばいいのかな。こっから先はまだ行ってない未知の領域。うわ、モンスター8体数が増えてくる。隠れた方がいいかな。隠れよう。いや、隠れよ。で、ニュークリアブラスト使いたいけど、ここばっかり使ってると、マジックポイントかな、なくなっちゃうよな。さっきのサイオニックファイアほとんど無駄打ちに終わってるんだよね。無駄ではないけど、打たなくてもよかったような感じ。他
家に効きそうなのは、ここ得意だけど、マジックポイントも半分ぐらい消費してるからな。あとは、隠れよ。隠れよ。ここでニュークリアブラストを使いどころだな。なんかすげえ弱い敵に悩みすぎてるっていうか、まだ全然戦い方に慣れてないのか。このゲーム60回プレイしてるんですが、ってことは60時間近くやってるってことだよね。あるいは60時間以上か。にもかかわらず、まだ全然慣れておりません。ところで、このプレイステーション版のウィザードリー7は、ディスクのロードの時間が長いからね、まあ、嫌いだっていう人は多いみたいだけど、私みたいに今、エミュレーター使ってやってんだけどね。エミュレーター使うと、ほとんどロードの時間は体感できるような、ってか、多分実機に比べればかなり早くなってると思う。ストレスに感じるようなことは、まあ一切ないね。まあ私が気が長いだけなのかもしれないけど、うん、そんなにほとんどストレスは感じません。実機だと相当長いのかもしれないけどね。なので、ウィザードリー7ぜひね、エミュレーターを使ってやってください。今、エミュレーター使えば簡単にできるからね。ゲームの読み込みも CD プレイヤーだから、ってか CD ロムだからね。パソコンの CD プレイヤーとか DVD プレイヤーで簡単に読み込むことができ、読み込むっていうか、取り込んでね。で、ファイルにしちゃえばいいんだよね。ハードディスクに保存しておけば読み込み早くなるから。そういうふうに遊んでくださいね。まあ、パソコン版のがよっぽど快適だと思うけど、まあ、プレイステーション版でも全然問題はないと思います。うん、やっててね、まあ、いろいろ問題点は多いけど、ゲームとしては、まあ、まだまだ許せるレベルだと思う。さて、なんだ、ミノスケルってもしかして初めて出てきたんだよね。ちょっと強いやつだよ、これ。今までスケルトンだったもんね。なんかミノってミノデーモンっぽくてなんか怖いな。ちょっと、ゴーストも嫌なのいるし。ここはひとまず、どうしようか。戦う。何かいい方法はないのか。アポロはやることないんだよな。あ、ファイアボムとかあるから使おうか。これで、多分、パワーレベル1で5体、え、4体か。4、5、5体はできるな。5だとすれば、まあ、これでも16ぐらい消費して、で、敵が多いので仕方がないからニュークリアブラスト、ちょっと強めに打とうか。どうしようか。節約する？いや、節約して、やばいことになったらまずいので、ちょっとね、今回節約せずに。で、このゴーストなんとかしてやりたいけど、隠れよう。ニュークリアブラストもう一回ね、これで。これで倒せるのかどうか。あ、火が効かない。もうちょっと強くした方が良かったかな。手加減しすぎたかな。ゴースト。ゴースト嫌なんだよな。でも後ろにいればそんな怖くないかな。お、ミノスケル倒した。お、倒せる倒せる。大半のミノスケルはこれで倒してしまいそうですね。
大丈夫っぽいな、これなら。え、ゴーストコンフュージョン。あー、大丈夫か。全員聞かない。よし、助かった。ヌアザマヒー。あー。なんだ、なんか変な音するの。どうしようか。戦ってもダメージだけでいけそうな気はするけど。また、戦ってみよう。違う。ん？で、こっちも戦ってみるか。で、忍者セリーナは、キュアパラライズ使えたかな？あるね。これで、ヌアザを回復してみよう。隠れる。どうしようかな。身のスキル、あと弱点何があるんだろう。霊気は効かないかな。少ない時に試しておきたいけど。とりあえず少し試してみよう。あ、聞いた。聞いたけど倒せなかった。意外と強い。やばい、コンフュージョン今度聞いてしまった。やばい。どうなる？ゴーストマジックミサイル。うわー、きつい。さあ、どうする？戦うでしょ？それから、アポロも戦うかな。で、セインマインド使って回復しないといけないでしょ？セリーナは、攻撃して倒そう。あとどうしようかな。ちょっとピンチなので、ここはもうニュークリアブラストを使っちゃおう。ガー、倒せない。あとゴーストだよな、問題は。うわぁ、ヌアザがやばい、やばい。きつい、きつい。きつい！うわぁ！同士打ち。イシスがひどくダメージを受けた。どうなんのこれ。あい、イシスも。うわぁ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 。とは、厄介なゴーストが残っちゃったな。アポロも戦うしかないね。セインマインド使えないじゃん、全然。
どうしよう。ゴーストなんとかしたいんだよな。呪文はほとんど効かないけど、もう仕方がないか。なんか、やるしかないよね。単体攻撃よりは、マジックミサイルで。聞け!よし!聞いたけど倒せないの?やばいよ。とうとう笑っております。お、ムナザが少し戦ってくれた。セインマインドを使ってくれよ。よし、これでゴースト倒せるかも。あとはセインマインドで回復していくしかないんだけど。もう一回マジックミサイル撃ってみるか。避けられた。うわ、マジックミサイル効いてるけどダメージが弱い。あ、なんかゴースト消えてる。うわ、ヌアザ同士打ち。ゴースト倒せずに消えちゃった。もったいない。イシスがようやく回復はしてるけれど、待って、もう一回呪文。そうか、セインマインド使っちゃうとどんどんマジックポイントを消費しちゃうよな。まだ倒せないか。まだか。ヌアザ回復。あ!あ、びっくりした。敵を倒したんだ。倒されたかと思った。アポロ回復させて、あとも隠れるしかないね。倒せるか。よし、アポロ回復。倒せなかった。よし、やっと倒した。結構しんどかったな。マジックポイントと大量消費しちゃったよ。でもレベルアップするんじゃない?誰か。するな。セリーナがレベルアップする。何があるでしょうか。スピードいいね。パーソナリティ、インテリジェンス、デクスタリティ、バイエティ、スタミナ、ストレングスとバイタリティが上がってほしかったけど、まあ贅沢は言わない。結構上がってるからね。ここで何をあげようかな。手足、よじ登り、切り術。はい。呪文何にしますか?ウェブ、ホイッピングロック、スティンクボム、エアポケット、
ウェブホイッピングロック。スティンクボムエアポケット。スティンクボムかエアポケットか。スティンクボムしときますか。では少し回復作業します。じゃあ続き行きましょう。こっちは行ったんだっけ？ここは行ったんだよね。なんかよくわかんないな。マップを見てもよくわからない。ん？こっちも行けるのか。こっちから行くか。あ、何か見つけた。ディテクトシークレットやるの忘れた。アポロが気づいてくれ、助かったよ。あれ？ディテクトシークレット。誰が使えばいいんだ？これやっとかないとね。これやっとけば大丈夫か。うわぁ。ファンガスーズ、クロイングウエスト。ファイヤーボムで行こう。マジックポイントきついな。あ、こっちが余ってる。アイスボールとか使った方がいいんじゃない？サイオニックファイヤーをこれぐらいで打って、アイスボール倒しきれるかな。ちょっと余っちゃうかな。余っちゃうっていうか、あれ、めちゃめちゃ弱い。雑魚だったか。ファンガスウーズの方が強いんだよね、多分ね。クローイングウェイストも正体がよくわかんないんだけど。ファンガスウーズが生き残ってる。わあ、毒水。吐き気。吐き気。そうだ、新しく装備したヌンチャク、どんな効果が出るんでしょうか。あ、倒しちゃった。ちょっと休息ね。休息取ればいいか、普通に。はい、行きまーす。お、宝箱。ちょっと待って、ディテクトシークレットとか言うの忘れてるし。と。これでいこう。
宝箱があるってことは、あ、ドラゴンリゾードか。おなじみの敵でした。おなじみといっても、対処の仕方がよくわかんないんだけど。何をすればいいんだろう。スティンクボムとか効くかな。ちょっとブラインディングフラッシュもかけてみて、あ、効かなかったか。隠れるのはいいか。一番効くのが、一番ではないけど、コンフュージョンが少し効きやすくて、で、本当に一番効くのは、冷気系だよね。なので、ディープフリーズをちょっと強めに打ってやろう。どうだ？あれ？倒せない。うわぁ、そっち。あ、倒した。コンフュージョン効いた。うわぁ、3。3のダメージ。うわぁ、きつい。買うか。ヒットポイント高いんだよね。激しく踊り始めた。まだか。押し倒した。少し回復作業します。はい。じゃあこれぐらいでいきましょう。目の前の宝箱を開けてみましょう。鍵開け。指先技だけでいいよね。もう 100% だし。調査。ファイアボール。会場。よし。まだ外しました。アイテム。パウダー。スクロール。スクロール。アンク。リージェント。なんかスクロールばっかりで。何もないけど、一応か、鑑定してみる？アイテム。ボーンダスト。あ、間違えた。マジックスクリーン。アーマープレート。マイトアンク。これは、STR とかがありそうだね。マイトだから。でも今そんな必要じゃないんだよな。ブリムストーンナゲット。なんかもう、あんまり意味のないアイテムだな。ロケートパーサー、ああ、これも意味ないな。ってことは、普通のアイテムだけで特に、特別なアイテムは入ってたわけではない。ん？光ったね、今。あった。スイッチあるのになんで今光らない？お、何がある？ん？おー、隠された宝箱だ。これは切れば、今度こそ何か入ってるでしょ。調査。魔法の火花。
ガナを外しました。箱の中には引き裂かれた老子のかけら以外は何も入っていなかった。その老子、老紙によって包まれていた中身は何者かによってすでに持ち去られてしまったようだった。しまったー。洞窟跡だ。もう間に合わなかった。手遅れだ。ということで、ここのオールドシティの目的は多分今の宝箱だったんだろうな。ということで、目的を果たせずに帰ることになりますが、まだ結構広いので、他に行っていないところ全部一応歩き回ってね、それから帰りましょうか。ドラゴンリザード。アイスボール。あ、そういえば、マジックポイントがね、歩いてるうちに自動的に回復するかどうかっていうのを検証してみてたんだけど、まあ前回ね、それ検証しきれずに終わっちゃったけどね、後でちょっとね、オフラインっていうか、録画していない時に調べてみたら、やっぱり歩くだけで多少は回復してるんだよね。結構歩かないと回復はしないけど、だから急速で回復するよりは歩いて回復した方が安全に回復できる可能性もあるよね。うわあ、さん。回復量が少ないからあんまり意味はないんだけど。霊気系の呪文が使えればドラゴンリザードもそんなに、まあ時間はかからずに倒せるけど、ただマジックポイントの消費が大きいんだよね。あ、やべ、ディテクトシークレットやってないから壁を見ていくしかないか。一応かけて、ディテクトシークレットもよく見てないと見落とすんだよね。ずーっとアイコン見てなきゃいけないからあんまり意味はないような気がする。またこいつかよ。霊気系のマジックポイントが。いや、ここはディープフリーズ、あ、ディープフリーズないのか。しょうがないか、あれです。ゴールで。スローヘイストキャプライズ。やっぱりコンフュージョン使うしかないか。このパターンだな、毎回。ディープフリーズをこれぐらいでやったら、一体は確実に倒せるでしょう。ちょっと想定外というか、アイスボールも結構強いね。なんか未だにセリーナのヌンチャクで攻撃するのを見たことないんだけど。また倒しちゃったよ。
あとは、ここはもう行ったんだよね。ここは行ったんだ。もう全部行ったのかな？ん？まだここ行ってないのか。こっち行ってないね、全然。結構広いぞ。しょうがないな。ちょっと回復作業を少しやって。スケルトン。まだミノスケルとかそんな感じじゃないの？実は。スケルトンと見せかけて。ブレーズ効くかな。サイオニックファイア打ってやれ。この辺から行きたいな。ちょっといろんな呪文を試してみます。ホイッピングロック当たってます。当たるね。抵抗はないみたい。ブレイズ当たります。倒せるか。死んだ。最悪の回は無駄落ちしちゃった。今のは普通のスケルトンかな。光らないね。壁をよく見てかないと。ていうかもう何もないか。オールドシティの目的は多分果たしているので。結構いろいろ。あれ？ん？繋がった？どういうこと？そうか、繋がったんだ。なんとなく分かってきたぞ。そういうことか。これでもう全部いったよね。いったよね。これでまた戻れる。よし、帰ろう。もう行くとこないはず。帰り際に襲われた。ミノスケル。ミノスケルはそんなに怖くなさそうだけどな。これどうだ。なんかいまいち効かないな。炎には抵抗があるんだな。他の呪文試した方がいいのかな。スケルトの攻撃の、ミノスケルの攻撃の時に変な音するよね。触ると変な音するのか。あとはどうしよっかな。なんか呪文使ってみる。あとブレーズとか試してみよう。
て、普通に攻撃してくるだけだから防御力上げていけば勝てるんじゃない。フレーズ聞きますね。でも倒せない。触ると変な音がする。なんかこちょこちょってか、なんかくすぐってるような感じだ。てか外れた時に変な音がするから、空振りした時の音かな。あ、まだヌンチャク見てなかったけど、どんな感じなんだろう。ということで、エンジェルズタウンをひたすら撃ちまくる。まだか。こういう、今はね実況すらしてなかったけど、なんだろう、こういう、なんだろう、BGM のないゲームに対して、BGM をつけて動画を編集してアップしてる人結構多いけど、まあ、つけなくても、てか、まあ、まあそういうのがあってもいいけど、つけるのは当たり前だみたいな、そういう風ななんか風潮はいまいちなんかね、良くないなと思うんだよね。BGM なくても、まあそれは本来のね、ゲーム、まあこのゲームの楽しみ方でもあるわけだから、あれ？隠れる？ん？ん？あ、そっか。ちょっと待って、分かんない。隠れるでしょ？で、戦う。隠れるでしょ？ BGM は、なんか無理につけなくてもいいと思うんだよね。まあ、もちろんあったはね、楽しいと思うかもしれないけど、で、ゲームの実況の動画だけ、実況動画だけじゃなくて、普通のなんか YouTuber とかでね、なんか、なんだろう、いろんなやってみたとかいろんな動画あるけど、なんか変な音楽つけたがるよね。で、その音楽が逆になんか耳についてなんか不愉快な時が多いんだよね。だって、まあ、音楽つけるのは必ずしも悪いってわけじゃないけど、まあ、とにかくつけるのは当たり前だってっていうか、ないとなんか、悪いみたいな、そういう風潮はどうしてもなんか、受け入れられないっていうかね、なんか良くないなと思うんだよね。音楽なくても、そういう、まあ、ない方がいいんだよね。視聴者からすると普通は、なくても全然問題ないと思うんだけどね。なんか、配信者の方の自己満足で音楽つけたがるみたいな、そういう感じがして、
逆になんか、あんま気分がいいもんじゃないよね、ああいうのってね。さて、オールドシティの攻略は完了と。結局何も成果得られずという感じでした。まあ、セリーナが忍者に転職した直後だったからね、ちょうどセリーナのスキルとかレベルアップの、まあ、鍛錬というか、経験値稼ぎにはちょうどいい、具合だったんじゃないかなと。なので、ここでもう一回ね、休息取って準備を整えてから、次回からね、ムンクハラマの方に戻りたいと思います。では今日はここまで。